勝負はまだ終わらない。28対28、また同点に追いつきます。さあ総督は樋口は後ろにいるというローテーション。ここはしっかり上げたい。上がった。さあどうする高山、難しいスパイク上がっています。中村は誰を選ぶか。バックアタックに行った。あ、来ましたね新田君がね。ここでエースの新田を選択した。さあ開智高校、この試合2度目のマッチポイント、29対28。さあ開智高校が決めるのか。サーブレシーブアンダーで上げた新田、レフトには高山が待っている。さあ開智、ここはチャンスボール。あ、アウトだ。ワンタッチはありませんでした。まだまだ勝負は終わりません。9段目は総督。お互いの意地と意地がぶつかり合う。さあどんなドラマが待っているんだ。セットアップしたのは福井、2枚ブロック、ショットアウト。さあ30点目、ここはブロックでシャットアウト、2枚しっかりついていました。総督今度はマッチポイントを取り返した。さあどうだ、ちょっとサーブレシーブ乱れた。さあ総督高木のセットアップ、今度はブロックでお返し、30対30。いやーすごいゲームになりましたね。いやこんなゲームがあるんでしょうか。お互いにブロックで得点を取り合いました。開智高校はゴミが後ろに下がります。新田1人飛ばして高山押し込んで、いや苦しい体勢でしたが、これは大きなポイント。高山がレフトから打ち続けています。今の落ち着いたなプレーですね。あと1点というところがまだ取れていない両チーム。マッチポイントからの1点、さあどちらが取るのか。総督がマッチポイント。先ほどねここ玉木君でしたけどね、来ましたね玉木だ。ここでまた玉木、お互いに大きな声を出してチームメイトを信じ続けてボールを上げ続ける、そんな第3セットの終盤、31対31。さあどうする、エースの樋口。あっとちょっと樋口が足の状態どうでしょうか。足がつったんじゃないですかね、はい、今打った後にちょっと樋口が足を気にするそんな仕草を見せました。しかし総督マッチポイント。いやあれだけ打ってますからね、この緊張する中で。さあ樋口が前にいる中で開智はどうする。ブロックは1枚、ダイレクトに相手コートに返っている。もう一度セットアップ、ライトから玉木、最後はシャットアウト。総督激戦にピリオドを打ちました。第3セットはなんと33対31。樋口も最後は満身創痍という中で総督が激戦をものにしました。セットカウント2対1、3回戦に総督高校駒を進めています。